皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年5月5日放送の行列のできる相談所、日本テレビ系に俳優の山崎育三郎さんが出演しました。その番組内で、不仲と噂されている人物に不満を感じる原因となった出来事を打ち明けられる場面がありました。それに対して、山崎さんはどう答えたのでしょうか。場面は、ミュージカル界を代表する2大スターである山崎さんと井上芳雄さんが初めてロケを行ったところでした。番組内では、井上さんの運転で、2人で行きたい3つのスポットをドライブで巡りつつ、お互い言いたかったことや普段言えない不満など、本音をぶつけ合うことにしていたようです。なお、実は不仲という噂がある2人だと言います。井上さんがおすすめするイタリアンにて、井上さんは山崎さんに対して、今まで言えなかった不満をぶつけました。井上さんは、山崎さん、浦井健二さんとの3人組ユニット、スターズが日本武道館公演を開催した11年前を解雇しました。当時、ミュージカル俳優だけで武道館公演を行うことは前代未聞だったそうで、井上さん曰く直筆サインを1万枚書くほどの人気ぶりだったそうです。武道館が満席になるほどでしたが、その公演で井上さんはレディー・ガガの Born This Way を歌った時のことを思い出しました。井上さんによると、最初はラップ部分を歌うパートは山崎さんに振り当てられたそうですが、山崎さんができませんと即答したため、ラップ部分の担当は井上さんに回ってきたと明かしました。その当時の出来事を思い返した井上さんは、英語のラップを泣きながら覚えたと告白。その上で、覚えてないの?と山崎さんに尋ねると、対する山崎さんは、ありましたっけ?と返し、忘れていたことが判明しました。井上さんは、俺はそういうことはすごい根に持って覚えているタイプと伝えながらも、できないことはできないという山崎さんを見て、できないって言っていいんだと、ジェネレーションギャップを感じたことを語りました。ミュージカル界では、プリンスとして有名な山崎育三郎さん、家族が多いにもかかわらず、裕福な暮らしをしていたと話題になっています。ところがその一方では、学生時代に祖父母の介護を一人で担うという壮絶な過去を持っているようです。現在、社会問題にもなっているヤングケアラーだったのでしょうか。山崎育三郎さんは、1986年4人兄弟の三男として誕生しました。幼少時には祖父母と暮らしていたそうです。つまり、山崎育三郎さんは、両親と祖父母、兄弟4人という8人暮らしでした。とても賑やかそうな家族です。山崎育三郎さんといえば、いくつかお金持ちのエピソードがあります。具体的なエピソードとして、山崎育三郎さん含め兄弟4人全員に留学経験があるということです。4人全員進学することはもちろん、金銭面でも大変だと思われます。ちなみに、山崎育三郎さんの出身高校は、東邦音楽大学附属東邦高等学校でした。私立の学校で、しかも音楽系なので、ここからも、実家がお金持ち、ということがわかります。山崎育三郎さんの両親については、父親が大手鉄鋼メーカーで有名な新日本製鉄勤務、母親は音楽の先生をされていたようです。山崎育三郎さんは過去に出演した番組で実家について次のように明かしていました。母親の実家には庭にピザ窯がある。母親の実家はヤギとアヒルを飼っている。山崎育三郎さんの実家は高級住宅街で有名な港区高輪。当時の音楽教室のレッスン代が1時間3万円から5万円。実家が高輪ということなので、両親の職業の影響で裕福だった可能性もあります。山崎育三郎さんは過去にインタビューで祖父母について語っていました。それは高校時代に2年間、祖父母を一人で介護していたということです。この2年で精神がすごく強くなった。僕は何にでもなりたいし、何にでもなれると思っています、と語っています。現在社会問題にもなっているヤングケアラー、本来は大人が担うようなケア責任を18歳未満の子供が引き受けている状況が問題視されているようです。一番楽しい時期に介護の経験は大変だったと思います。しかし両親がいるのに
なぜ山崎育三郎さんが介護することとなったのでしょうか。山崎育三郎さんがヤングケアラーになった理由は次の通りです。両親の離婚、二人の兄は海外留学中、弟は野球部で寮生活をしていた。山崎育三郎さんはアメリカへ留学しています。海外留学の経験をしていた二人の兄に影響され1年間留学しました。アメリカで英語と音楽の勉強をし帰国したそうです。アメリカから帰国した山崎育三郎さんを待っていたのは祖父母の介護でした。ある時、祖父母二人とも脳梗塞を患い介護が必要になったそうです。祖父はうまく言葉が話せなくなり歩くのも困難になりました。祖母は右半身不随で車椅子での生活になりました。そんな中、両親の離婚が決まり、長男はアメリカ、次男はニュージーランド、弟は香川県での寮生活と家族はバラバラだったそうです。このような家族の問題でヤングケアラーとなった山崎育三郎さん、朝食を作って一緒に食べて、ホームヘルパーさんが来たら学校に行く、帰ったらそのヘルパーの方が作ってくれた夕食を食べさせてお風呂に入れる日々でしたと語ります。この生活は祖父母が介護施設に入るまでに3年続いていたそうです。山崎育三郎さんは当時について、なんで自分がと思うこともあったと言います。しかし祖父母が大好きだった山崎育三郎さんは祖父母のために奮闘したと話していました。高校時代に介護なんて決して真似できないことです。早くに介護施設にという考えもあったかと思います。しかし祖父母が大好きであるからこそ自身が介護するという選択をしたのでしょう。山崎育三郎さんは声楽科のある東邦大学附属東邦高等学校声楽科に進学しました。高校2年生の時にアメリカのノースカントリーハイスクールへ語学留学しました。留学から帰国後は東京音楽大学声楽演奏科コースに進学したのですが、2年で大学を中退してしまいます。中退の理由は21歳の時にミュージカルデビューが決まったことが関係しているようです。山崎育三郎さんは大学を中退した翌年、ミュージカル「レ・ミゼラブル」にてマリウス役でデビューを果たしています。おそらく学業とミュージカルとの両立が難しかったのではないでしょうか。また23歳の時にはモーツァルトで念願だった帝国劇場初主演も果たした山崎育三郎さん、音大を中退という選択肢はとても悩んだことだと思います。音大に行っても卒業後に現役で活躍する人はほんの一握りです。一方ミュージカル界一本にしたとしても絶対成功するという保証はありません。しかし山崎育三郎さんの場合はミュージカル界のプリンスと言われるまでに成長し活躍しています。表には言わないものの、ここまでかなり努力されたのではないでしょうか。音大を中退してミュージカル界を選択したことは決して間違っていなかったことでしょう。山崎育三郎さんが奥様に選んだのは1998年にデビューしたアイドルグループモーニング娘。の初代センターだった阿部夏実さんです。阿部夏実さんが在籍した当時のモーニング娘。は国民的な人気を得て社会現象となっており、ラブマシーンなどの大ヒット曲を連発していました。阿部夏実さんはグループ内でもトップクラスの人気があって、2004年にモーニング娘。を卒業した後も歌手としてソロデビューし、ドラマやミュージカルで主演を務めています。山崎育三郎さんと阿部夏実さんの馴れ初めは2011年の舞台嵐が丘での共演でした。嵐が丘は世界の三大悲劇に数えられる名作で、世界各国の映画や舞台で演じられ、日本では舞台だけでなくドラマや漫画化もされています。嵐が丘のヒロインであるキャサリン役を阿部夏実さんが務め、その夫役を山崎育三郎さんが演じており、舞台でも二人は夫婦でした。山崎育三郎さんと阿部夏実さんの夫婦生活は良好で、3人の子供にも恵まれています。山崎育三郎さんは阿部夏実さんとの夫婦生活についてあまり直接的には話そうとしないのですが、子供も含めた家族全体のエピソードとしていろいろな場で披露してきました。夏休みに家族でキャンプに出かけたことや、家族全員にお弁当を作ってあげたことなど
奥様やお子さんたちを大切にしている様子が伝わってきます。山崎育三郎さんと阿部夏実さんは2015年12月29日に結婚しています。2011年に出会ってから交際4年を経ての結婚となりましたが、その間に幾度となく写真週刊誌などに熱愛スクープされていました。特に2011年から2013年までは3年続けてスクープ写真を撮られており、いずれも仲の良いお友達と説明していましたが、実際は交際していたことになります。幸せな結婚生活を送る一方、山崎育三郎さんの奥様である阿部夏実さんには一部で略奪婚の噂がありました。2007年に山崎育三郎さんは神田沙也加さんとの熱愛が報じられていましたが、そんな中で2011年8月に突然阿部夏実さんとの交際スクープが出たため、神田沙也加さんから略奪したのではないかという噂です。真相は分かりませんが、当時の神田沙也加さんには別の俳優との熱愛報道があったため、山崎育三郎さんとはすでに破局していたか、もしくは交際の噂自体がガセだったのではと言われています。さて、そんな2人が別居しているのではないかと噂が流れていたことがあるそうです。芸能人同士の結婚の場合、奥様の方が退いて子育てもある中で家庭に専念し、しばらくして仕事に復帰した時にメディアは離婚するのではないかと報道することが多いようです。そんな中で山崎育三郎さんと阿部夏実さんの別居報道が出てしまったのはなぜなのでしょうか。先ほどにもありますように、別居報道が出てしまった一番の理由に挙げられているのは、阿部夏実さんがにわかに仕事復帰したことです。電撃的とも言うべき阿部夏実さんの仕事復帰は、メディアが上がって飛びつくのは無理もありません。山崎育三郎さんは仕事も順調ですし、忙しくすれ違いが生じてしまいがちなのは2人が仕事をしている時となるので、むしろこれから2人とも仕事をするとなるとすれ違いとなる機会が増えるのではと推測してしまいます。トップクラスのアイドルとして活躍してきた阿部夏実さんですから、芸能界に戻りたいと思うのも自然なことなのかもしれません。そしてもう一つ理由として挙げられるのは、山崎育三郎さんが稽古部屋を別宅として所有し始めたということです。日刊現代の記事によると、阿部夏実さんは山崎育三郎さんの愚痴をつぶやいているそうで、仕事で家を空けることが多い、育児に積極的ではない、稽古部屋の存在が気になると離婚の匂わせとも取れる発言が多く見られました。演劇関係者の話として紹介されていたのは、報道当時ドラマ出演は1Kのカラス、大河ドラマ青天を衝けの伊藤博文という大物役、コンサートツアーを6月に控え、チケットは完売状態、忙しすぎて離婚どころではないと分析されていました。とは言っても、山崎育三郎さんと阿部夏実さんの離婚報道はあくまでも噂にすぎません。2021年7月の週刊女性プライムでは、離婚報道を吹き飛ばすラブラブショッピングという記事がラブラブ写真とともに掲載されています。2021年夏の女性週刊誌に掲載された記事によれば、山崎育三郎さんと阿部夏実さんは離婚どころか仲睦まじいと言って間違いないでしょう。では現在の2人の様子はどうでしょうか。2022年12月に山崎育三郎さんと阿部夏実夫妻に第三子が誕生していたことが分かりました。山崎育三郎さんは主演ドラマ「リエゾン」の会見に出席した際、癒しは生後1ヶ月の第三子、ずっと口の匂いを嗅いでいますと、生後1ヶ月の第三子の口の匂いを嗅いで癒されているそうです。第三子の誕生でますますご夫婦仲の絆も深まっていくことでしょう。いかがだったでしょうか。今回はミュージカル界のプリンス山崎育三郎さんの生い立ちについてまとめてみました。高校時代に祖父母の介護をしていたことはなかなかできることではありません。祖父母のことをとても大切に思っていたことが伝わってきます。またミュージカルデビューがきっかけで音大を中退した山崎育三郎さん、この決断はとても勇気のある決断だったのではないでしょうか。山崎育三郎さんと阿部夏実さんに不穏な噂は流れたものの、ただ単に噂は噂にしか過ぎなかったことが分かりました。山崎育三郎さんは仕事も引っ張りだこで、プライベートでも充実していて、ますますの活躍が期待されます。今後の活躍にも注目していきたいと思います。今回の動画の感想や
扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。